タバコをやめたいんですけどどうしたらいいですか。なんでタバコをやめたいんですかね。別にやめなくていいのに。でもここまで吸ったらやめなくていいんじゃないですか。私やめましたけど、私の場合は学校がもろごと禁煙になったんですよ。もろごと。それまで私ってまあタバコ吸ってる人にしかわからないと思いますけど、私が吸ってたのはあの缶入りのピースっていうあのフィルターのついてねえタバコじゃ飽き足らずに葉巻とかパイプとかを吸ってたやつですからね。それをこう校内で吸ってたんで、私のニックネームはボスだったんですよ。そんな校内で葉巻とかパイプとか吸ってるやつ誰もいないんで、私の子供たちが私をボスと呼んでたわけです。だからあの缶コーヒーが出た時パクリやと思いましたけど、本当に。でも学校が敷地内禁煙になって、ちょうどその当時の学校が丘の上の学校だったんですよ。だからね、坂道とか階段を登って学校に上がってくるところだ。だから敷地内だから外に出ないと吸えんのですわ。だからその当時のね、タバコ吸ってる連中って何をしたかって言ったら、階段降りたり坂を降りたりして外に出て吸ってまた帰ってくるっていうことをやってたんですよ。ほんだらね、階段降りるとき楽なんですけど、上がるときもうぜーぜー言うんですよ、もうみたいな、なんだこれみたいな。これ毎時間それやらなあかんでしょ。もうしまいにね、もうやめなあかんって思ったんです、その時にね。もう無理、こんな俺絶対倒れるわ途中でと思ってね。でやめたので、別にそれはやめなきゃいけない理由があったからやめたんであって、別にそのぜいぜい言わないでいいんだったら未だに吸ってるかもしれないですね、私ね。そうですよ、私その後酒もやめることになるんですけど、酒なんか絶対やめられんわって思ってましたからね。やめられるわけがない。タバコはやめたけど酒はやめねえぞって。まあその時に私田舎の学校に行くことになるんですけど、田舎の学校に行って毎晩宴会ですよ。なんでかって言ったら私その時独身で独り身でしょ。大概僻地ってまあ家族連れが行くんですよ、大概ね。で子供がいる家庭が行くんですよ、優先的に。そしたらその地域のほら学校に行くじゃないですか、子供は。だ子供が学校に増えるじゃないですか。ほんでお得やないですか。だから家族連れで独身で行く人ってあんまりいないんですけど、私ポーンで独身でそこ行くでしょ。降りるのがめんどくさいでしょ、山の上だから。降りるのに1時間ぐらいかかったから。でもう降りずにそこで遊んでたら地区の人たちがやってきて、お前も変わったやつだなみたいな、じゃあ飲むかみたいなことになって、もう気がついたら毎晩宴会だったんですよ。で私の家にビールサーバーが置いてるような状態だったんですよ。もうなんか居酒屋広しみたいな感じなんですよ。で冷蔵ショーケースがあって、その中に日本酒や焼酎が20本ぐらいもう並んでる、そんなやつですから私。もう帰ったらシュパーってやって、かーうめえなーって言うとチャースみたいな感じで上がってくるんですよね。そこから2時3時ぐらいまで宴会、まあ、ひどい時は私が帰る時にもうすでに酒盛りが始まってましたからね、私の家で。田舎の家なんて鍵なんかしませんから。まあおかげでね、すげえこう面白い経験させてもらいましたけど、そんなことやってたら、人間ドックで引っかかって、ほんで医者に真顔で3ヶ月後に死にますって言われたんですよ。でも正体不明の咳が止まらないんですよ。で、ね、体中がね、なんかどす黒く変色していくんですよ、日焼けでもないのに、冬やのに。ほんで地域の人からみんな、お前死ぬわとか言われたんですよ。お前死ぬわ、お前って、お前絶対お前死ぬわ、今度の人間ドックでお前死ぬとか言われるわみたいな。何言ってんすかって、俺が死ぬときは俺の棺桶を酒で満たしてくださいみたいなね、俺は酒はやめませんわみたいなこと言ってたのに、あれですよ、医者に真顔で死にますって言われたら大概のことは飲みます、人間ってね。酒やめるか人間やめるかどっちか今決めなさいとか言われたら酒やめますって言ってしまいますよね。人間やめますとか言えませんか。ほんでそれで私酒をやめたんですわ。でもそれから一滴も飲んでないんで、まあタバコも一本も吸ってないんで、だから私の人生の最初は、私の人生の一番最初はギャンブルフリーですね。はい、僻地に行ったんでギャンブルができなくなったんです、物理的に。それまであなたはパチンコとかパチスロとかにハマってましたんでね。ほんでひどい時は学校をずる休みして新装オープンとか行ってましたんでね。そこで保護者と出会ってお互いに死みたいなことやってましたからね。お互いに仕事はみたいな、サボってきたみたいな感じでね。まあその保護者とは未だに仲良しですけど。だから私そうやってギャンブルフリーになったでしょ。ほんでその後タバコニコチンフリーになってアルコールフリーになったでしょ。ほんで思えばフリーになっていく旅なんですよ私ね。そのうちにね、
何あのグルテンフリーになりミートフリーになりみたいな感じでしょ。そのうち何もかもオールフリーになるわけですよ。オールフリーになったら1000人になれるわけですからね、うん、まあ、その時には人間もやめとるのかだと思いますけど、タバコやめたいけどどうしたらいいかって私だからね、よく言われるんですよ。タバコやめるとき辛くなかったとかね、酒やめるとき辛かったやろって言われるんですけど、辛くないんですよ。もうしょうがないんですよ。もうしょうがない、もうやめないとしょうがないんですよ。やめないと死ぬとか言われるんだから。タバコの時はやめないと死ぬって自分が思いましたからね。これ絶対階段途中で倒れるって思ったんで、だからその時がやめ時なんかなのような気がしますね。やめたけやめるし、やめられなきゃやめられねえし、あの解決にもなってないような気がするけど、まあいいか、やめなくてもいいと思いますけど、全然。で私大体あの天の尺なんですよ私ね。みんながタバコ吸ってるときはタバコ吸いたくねえし、みんなが吸ってねえときはタバコ吸いてえしみたいな、ヤンキーって大体そういうところがあるんですよ、ね、大勢と同じことはしないみたいなね。まあタバコもお酒も自分で楽しいうちは全然いいんじゃないかなって思いますけどね。ギャンブルも何もかも、はい、今まで行ったところでびっくりしたところベスト3なんやねんそれベスト3、びっくりしたところベスト3だと、なんだろう、ベスト3かどうかは分かりませんけど、3つ強烈に思い出に残ってるところがあるんですよ。1つが地獄谷温泉です。ちっちゃい頃なんかあの日本生命の CM で猿があの冬山の猿がお風呂入ってなんかのんびりしてる CM があったんですよ。なんで猿が風呂入っとんじゃんみたいなね、雪山で、なんやねんここ行ってみたいって子供の頃思ってたんですわ。そしたら何十年も経って夢が叶って、私がその地獄谷の近くでセミナーやった時に、そのセミナーの主催者が、タマちゃん地獄谷温泉が近いんだよここって行ってみるって言ったんですよ。だから私言いましたよ、地獄谷温泉近いのって言って、俺子供の頃からの夢だったんだよって、行ってみたいわって。まあその時は冬じゃなかったんで、まあ6月ぐらいだったね。でもそれでも近くあるだったら行ってみたいって思ったんですよ。でもタマちゃん歩かないといけないよって言うんですよ。で私ちょっと揺らいだんですよ。私もその当時もう3分も歩かない歩かない、もう田舎もんって大体そうですよ。あの 200m 先にコンビニがあったら車で平気で行くようなそういう種族ですから田舎もんってね。3分以上歩けんなっつって、いやタマちゃんってせっかく子供の頃からの夢を叶えるんだからって行こうよって、5分で着くからっつったんですよ。5分なんてなら行こうっつって、35分もかかってるんですよ。もうふざけんなっちゅう話ですよ。もうはっきり言って、まだなんつったら、まだ全然まだとか言って、結局騙されて35分経って、帰りも35分かかるじゃねえかっちゅうことに気づいて、くっそーとか思ったんですけど、行ってめっちゃねやられたんは、その地獄谷温泉ってなんか山の中になんかこう温泉が湧き出してて、そこに猿がいるみたいなイメージだったんです、ちっちゃい頃ね。何のことはね、人間が勝手に作ってるんですよ、なんかセメントかなんかで、なんやねんこの人工物はみたいな。しかも6月なんで猿なんて1匹も入ってねえんですよ、暑いから。入ってねえじゃんみたいな、しかもこんなちっちゃいとこなんこれって、なんなんこれとか言ってね、しょうがないよタマちゃんそういうもんなんだよ観光地っ って大概作られてんだよとか言って、分かってるんだったらなぜ俺をここに連れてきたみたいな。それがびっくりしたとこベスト3の一角ですね。そうね、もうあと2つ、あと2つはこれも同じ主催者なんですよ。同じ主催者が2人、そうだわ、中村ふみちゃんの実家に行ったんですよ私、7月に、もう何年前かな。でその時はまだふみちゃんの実家は、男は泊まれなかったんですよ。なぜならおかん1人しかいなかったんでね。でも私特別に泊まらせてもらえたんですわ。その主催とそのふみちゃんのお母さんが大の仲良しだったんですよ。でそれでまあたまちゃんっていうおかしいのがいて、もう止めさせてって言って、まあ、特例でっつって止めさせてもらえることになったんですけど、あの昔の大杉谷っていうとこね、にあの川がめっちゃ綺麗なんですよ。めっちゃ綺麗だけど途中で修験道みたいなところがあるんですわ。でそこに行くよとか言って、で行くんですけど、行ってびっくりしましたよね。通路がこの幅より狭いんですよね。これぐらい、これよりちょうど狭いぐらいかな、人が通れるかなっていうところで、その隣崖なんですよ。わかりますかね、50メーターぐらい下まで見える、そこに川が流れとんですよ。落ちたら死ぬやんこれっつったら、そこに
入る前の看板に落ちたら死にますって書いてるんですよ。なんやろんこれって、俺高所恐怖症なんやけどとか言って、いや高所恐怖症とか言ってる場合じゃないよねって、人生で一回歩かないかやろこういうとこ歩くのはって、歩こうよとか言うんですよね。しかもその時私これですよ、クロックスで来たんですよ、こんなんで来たんですよ、こんなんでつるって滑ったらどうすんねんみたいな、しかも雨降ってるしつるって滑ったらどうすんねんみたいな、つるって滑ったら滑ったさとか言うんですよ、ふざけやがってこの野郎っつってね、でもう死ぬ思いで行くんですけど、行ったら帰ってこなきゃいけないですよ、地獄谷と一緒じゃねえかこれみたいな、それが今までびっくりしたところベスト3の中の一つに入ってますね、はい、もう一つは何かっていうとね、私がまだ現職の頃ですよ、現職の頃あの大江戸川学習館っていうところで勤めとったんですけど、あのその当時宮崎にね、たまちゃんのファンが、まあなんて言ったらいいかな、こうたまちゃん本部じゃないですか、宮崎、私住んでたところが宮崎県なんで、宮崎県でまあたまちゃんファミリー本部みたいなの作ってる人たちがいたんですよ、4人ぐらいいて、ほんでこの人が私の誕生日1月7日なんですけど、1月7日たまちゃんの誕生日お祝いしたいからっつって電話かかってきたんですよ。ありがとうっつって、嬉しいわって言ったら、そのまあ女性ですよ、その人がとんでもないこと言うんですよ、だからさて、たまちゃんの誕生日は1日じゃ祝いきれないから3日間欲しいとか言うんですよ。いや俺聞いたことねえわそんな、1日で十分やと思うんやけど、なんで3日もいるんとか言って、それ全国から来るからそれは3日いるわっつって、だからたまちゃんってごめんけど1月6、7、8年休取って休んでっちゅうんですよ。それ1月4日ぐらいに聞くんですよ、それちょっと待ってくださいよって、俺1月4日の仕事始めの時みんなで頑張りましょうっていう話したんですよって、職場でって、今年みんなで頑張ってこの館を盛り上げていくぞみたいな話したのに、その盛り上げていくぞっていうやつがなんで3日も年休取るんよって、それから何日も経ってんのって、できるわけねえがなそんなっつって、ほんだらその子が言うんですよ、たまちゃんってできるかできないかなんて全部できるに決まってるやんとか言うんですよ。俺が書いた筆文字じゃねえかみたいな、だからとにかく館長に相談してみてとか言って、ふざけるな、できるわけねえだろうかそんなんつって、でも無理やりやらされるんですよ。だから館長のところに、私当時副館長でしたんでね、館長すいませんって、本当に申し訳ないんですけどって、まあかくかくしかりかこういう理由で全国からなんか私の誕生日祝いに来るらしいんですって、3日休めとか言うんですよ、すいませんどういいですかっつったら、しょうがないわって、全国から来るんやったらしょうがないわって、じゃあ3日間休みなさいっつって言ってくださったんでね、休めることになったんですけど、まあ、その時何人ぐらい来たんかな、20人ぐらい来たんじゃないかな。ほんでそのたまちゃん誕生日サプライズミステリーツアーとかいうの作ってるんですよ。行き先教えてもらえないんです、全然教えてもらえないんですけど、その連中はなんつったらいいんかな、サプライズができない人たちなんですよ。私を車に乗せて、たまちゃん今から行くところはサプライズやからねとか言っておきながら、どこに行くんかなと思ったら目の前で連絡取り合ってるんですよ。大丈夫準備できてるとか言って、準備できてるじゃねえよみたいな、何俺の前でそんな打ち合わせしてんだよ、バレバレじゃねえかみたいなね、まあ、そこにアサミンとかがいるんですよ。アサミンがあのサンタクロースの格好してモスバーガーのところにいるんですけど、でもこの人らは行くところが違って打ち合わせが下手なんで、全く反対のところに行くんですよ。モスバーガーの裏側で待ってるって言ったのに、表側に行っていな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 とか言って、そしてサンタクロースが全力で走ってきて、走ってきた時にはもう誕生日おめでとうも言えないぐらいセーファーセーファーとかなってる。何がサプライズなんやこれはって、俺がびっくりするわみたいな。ほんとそんなんがずっと続いて、いよいよね今日泊まるところに来ますとか言うんですよ。いや俺泊まるも何も家近くだから絶対泊まらねえとか思ってるんですけど、ほんだらそのね、その連れて行くところが公民館っていうね、公民館ってあの公民普通の公民館じゃなくて、カタカナで公民館って書くシェアハウスがあるんですよ。ほんで公民館っていうところに泊まりますとか言うんですよ。でちょっと興味があったんで、あ一回行ってみたいと思ってたんよ公民館にっつって、今日たまちゃんそこに泊まるんよとか言って、あそうなんて、まあ泊まらないと思ってますけど、とりあえず行ってみたいなと思って行って、たんですよ。そしたらここだからここだからってその子に連れて行かれて、家に入っていくんですよね。へえ普通の家やなここって、そうかこうシェアハウスってそうよねって、大概どっかの空き家を借りて中リフォームしてそれでねシェアハウスにしとんのやろなって思って、ほんだら「はいタマちゃんちょっと静かに静かに入ってね」とか言って、
またかなわんな、どうせからって開けたらこれがパーンってきてパンパンパンってなっておめでとうとかで、そのパンパン俺苦手なんやけどなとか思いながらね、勘弁してもらえねえかなって、俺びっくりするの苦手やからとか言うけど、大丈夫だから大丈夫だからって、ね、今から入るからって、たまちゃん入りますとか言うんですよパチンコ屋じゃねえんだよ俺はって、なんだその入りますってなんだよみたいな、どっかのボトルじゃねえんだよとか思いながらね、なんなんこれとか言って、サプライズでもなんでもねえやんとか思って、カラッて開けたら誰もいねえんですよ、誰もいないとかちょっとたまちゃん入りますよ、たまちゃん入りますよとか言ってるんですよ。またサプライズ上手だからっつってね、もう勘弁してくれよと思ってるんです、こっちは。どうせその押し入れの中とか開けたらパンとか言う、余計心臓に悪いわとか思ってね、恐る恐る開け、どこ開けてもいないんですよ、おかしいなおかしいなってやってたら電話がかかってきて、プルルって電話出たら全く違う家に入ってるんですよ全く別の民家に入ってるんですよ。固く侵入せで捕まじゃねえかおいっつって、慌てて出ましたから、私のと出てから往復ビンタしましたから、ふざけんなっつって、サプライズじゃねえこれはって、犯罪だわっつってね。それが今まで行ったところでびっくりしたところベスト3の中に確実に入ってますよ、本当にね。あのだから私サプライズが嫌いなんですよ、やるなっちゅうの、サプライズだけやるなって、犯罪予備軍になるからですね。こんな話聞いて何の役に立つんですか、私も忘れかけてましたわ。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。